じゃあ定刻になりましたので始めさせていただきます。おはようございます。おはようございます。今日はですね、木下庭園管理の、木下先生の方に選定講座をお願いいたします。それから木下先生のプロフィールについてこちらに、ご用意してございますので、これを、後でご覧になっていただきながら、進めていきたいと思います。時間3時10分と思ってますのでちょっと飛ばし気味かもしれませんけれども、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。最初のね、人と木の共存っていうテーマなんですけれども、木のためによかろうと思ってこういろんなことを人が手を下すんですけど、まあ私の持論では基本的にはもう木はね、人に何かしてもらいたいなんて思ってないんですよ。剪定してもらいたいとかね、肥料を入れてほしいとかね、そんなことはちっとも思ってないっていうのは、まあ木はね、人の千倍も長く生きてるっていう話をしようかと思うんですけど、1年間こうあるとしますよね。運だから3度目かな。1年間を地球の歴史に例えてる人がいてですね、地球の誕生って46億年前ですよね。46億年前に誕生して、これが1月の1日だとしますよね。で、1年間あって12月31日もうすぐ来ますけど、1年間ありますよね。それで46億年前に地球ができて、生物みたいなものが誕生したのがね、この辺なんですよ。40億年前に生物らしきものが出た。これは日付で言うと2月の17日なんですって。2月の17日ね。それでまずあった歴史があって、そこからまあ植物らしくだんだんなっていくわけですよね。シダみたいな植物から裸子植物になって、その後筆植物って、まあいわゆる、花が咲いて、種が飛んでっていうのは子植物ですよね。そういう植物、今の木らしくなったのが多分2億年前ぐらいなんですよ。今のここらに生えてる木と同じような形態になったのは2億年ぐらい前。エンジンっていうのが誕生したのが12月のもう31日の10時40分頃なんですって。もう大晦日の午前中10時ぐらいに、まあエンジンがね誕生して、でその後人、いわゆるホモサピエンスね、ホモサピエンスが出たのが、20万年前なんで、これはですね、12月31日の23時37分ですよ。もう大晦日のもう最後の20分ぐらい、もうすぐ10話の鐘が鳴るっていうぐらいの時にやっとホモサピエンスが誕生してるわけですよ、20万年前で。このなんで先輩偉いかっていうのはね、僕が言ってるかと、この20万年前と今の現在あるような植物ね、2億年前、この差っていうのは1000倍なんですよね。だからここ1000倍も長生きしてるものですから、人間が何かしようとかそういうのはね、ちょっと思い上がりだろうと。もう木は勝手に生きていけるのでね。だから我々人間なんてもう、そう、最後の年の暮れの1秒前ぐらいにポッと出てきて1年間生きてますみたいな顔してるんじゃないですかね。もうそんな程度の我々存在なんですよ。それを言いたかったんですね。それが千倍の意味なんです。だから植物をね、いじるときにはね、人間が何かしてやんなきゃいけないなんてことを、おこがましいことは思わないで、切るときももう切ってやるんじゃなくてね、切らしてもらう、切らしていただく、もう大先輩ですからね。それでね、ここをすごく私この間来てね、すごい気に入って、こういうとこ大好きなんですよ、自然いっぱいで。
で私もなんかこうで蛍が出るでしょここで私も蛍に昔憧れてこれ2009年に私んとこのこう置き場なんですよここにねこう流れを作って蛍をねあの呼ぼうと思って呼ぼうっていうか育てようと思ったことがあるんですよで蛍はもうあの人影も嫌うし懐中電灯の光も嫌うしだから夜暗くても何にもできないもう蛍を見るためにはもうひたすらね蛍だけを見て何も照明も当てられないっていうすっごい窮屈な思いをしたんですよそれでも蛍見たかったから3年ぐらい頑張りましたけどもうこの状態にしとかなきゃなんないってことはすごくもう自分が窮屈でね結局はやめた3年ぐらいで諦めましただから人と木と共存するっていうのもねやっぱり木を野放しにしてやれば自然かもしれないけど自然にしちゃうと今度もうそれが大きくなりすぎて人間が窮屈になるじゃないですかで逆にこう人間がもう管理しやすいように木をあのやたら切っちゃうと今度木が窮屈な思いしますよねそこがやっぱりその木と人がね共存するっていうことの難しさかなと思うんですよ何が快適かっていう木にとってとか人にとってとかねだからそういう時にあの、まあ、木の整理を知るっていうことはすごく大事でね木がどうやって生きたいかっていうことを、まあ、ある程度理解してあげると例えばですね真夏ね庭の木がうわーって茂ってくると人はやっぱりもう鬱陶しくて切りたくなるわけですよで無理やりなんか自分の思うようにこう擬人化して考えるとこの暑いのに葉っぱいっぱいつけて暑苦しかろうっつってね脱いだ方が涼しいんじゃねえのっつってこう切っちゃう人もいるかもしれないねそれはだからあの擬人化によるやっぱり間違いなんですよね人はそう思うかもしれないけど木はやっぱりたくさんの葉っぱをつけて夏を過ごしたいわけですよたくさん光合成して養分を秋までの間に貯めたい体で貯めたいからたくさん葉っぱがついてるわけですよねそれを人間の一方的な考えだけで葉っぱたくさんつけて扱ろうなんつってさっぱりさせてやるようなんつってねスカスカにしちゃったりすると葉っぱ足んなくなって年を越すのが辛くなるわけですよねだから人がなんかこう勝手に思ってることと植物がしてほしいことってちょっと違いますよね木は別に切ってほしくないわけよね特に夏は茂っていたいんですよで茂ってる方がやっぱりあのヒートアイランドをね削減するというかですね温度下がりますよね木があるだけで3度から5度ぐらいもう気温が下がるって言われてますけど木陰もできて風も生まれるっていうねだから茂らしておいた方がいいんですよねだから勝手に思わないで、木の生き方を見てほしいということでそれでまあ今日はあの剪定の仕方について喋んなきゃいけないのであの剪定の基本からいかなきゃいけないんですけどどうしても剪定の基礎を学ぶっていうとこれになっちゃうんですよ意味枝とは何かって話になっちゃうんですよねここはあの残しておいた方がいいわけですよね更新するときねこういろいろこう幹がこう立っててで一本がすごく大きくなっちゃってこれを詰めて詰めてしてるとどんどん不自然になるじゃないですかだからそういう時にこう横にある飛行場を取っとくんですねそれでもうこれバツッと切っちゃうこれ切っちゃうっていうふうにしてあの古い幹と新しい幹を更新していくとね、まあ、長持ちするわけですよね木としてはね徒長枝を生かしている木もあるので徒長枝は切りなさいと一言では言えないで次の5番目の立ち枝っていうのはこれはねよく途中で切って枝作っていこうとする人いるんですけどこれも無理立ち枝は基本的に元から取っちゃった方がいいです将来的に使い物になりませんで下がり枝6番ね下がり枝ってこう逆にこうベローンって下に垂れてる枝これを切るかどうかっていうのは好みでいいんじゃないかなと僕は思ってます切れって書いてある本もありますけど垂れ下がってる方が趣があると思えばそれでいいじゃないですか、切らなきゃいけないというほどではない7番の内向枝、まあ、逆さ枝とか返り枝とか、まあ、いろんな言い方するんですけどこれは取った方がいいでしょうね、多分寂しいからって残しておいても将来的には邪魔になって多分
取ってしまうので、それだったらあんまり太くならないうちに取った方がいいでしょう。8番のね、越境枝っていうのはね、私が勝手につけた名前なんですよ。ここにあるこの人は幹切り枝って書いてありますけどね、こういうの僕は越境枝っていうんですよ。だから自分のテリトリーじゃなくてよその領域に入ってきてる枝ね、これ越境枝っていうんです、私は言ってます。これはね、邪魔っていうか取った方がいいです。残しておいていいことはない。で9番の絡み枝とか交差枝、よく言うやつはこれも取った方がいいですね。で10番の広角枝っていうのがあるんですけど、広角枝っていうのも私が勝手につけた名前ですよ。めくるためにもうこれ次いっちゃいますけど、ここに書いてあるとね、イメージの名前なんかどうでもいいんです。覚えなくていいし、ただ気持ち悪い枝っていうのはね、認識してください。これ私が描いた図なんですけど、まあ普通の木ってあのぐらいごちゃごちゃしてるんですよね。で剪定してこのぐらい不要なものを取るとこのぐらいすっきりするよって話なんですけど、広角枝っていうのはここにあるんですけど、この枝がここまで広がってるでしょ、ここまで。こういうふうに広角に広がると何がいけないかっていうと、隣の枝に入っていっちゃうじゃないですか。隣のところと干渉していくと結局交差枝が生まれたり絡み枝が生まれたりしちゃうわけです。でじゃあどのぐらいの角度にしたらいいのっていうふうに思う人がいるかもしれませんけど、一応60度から90度ぐらいに収めましょうということにしておきました。で大事なことはね、今言ったそのイメ枝を切るとき、立ち枝を切る、内向枝を切るっていう、枝を切るっていう作業の時にどう切るか、ここが一番大事なんですよ。さっき言った木とうまく共存 してね、お互いに長生きしたいっていう時に何を守るべきかっていうのはこれなんですね。コジット論っていうのはアメリカの学者が考えた論なんですけど、まあ、それを実践するっていうことが一番大事なんだよっていうことですね。まあ、こういう切り方、この右の枝を切ろうと思ったらこういうふうに切るということなんですけど、で漠然としてるでしょ角度が。だからね、僕がちょっと理屈つけたんですよ。でどういうふうに説明したらいいか考えたら、こういうふうにね、こう切ろうとする枝の中心線を引いて見るんですね。それでそれと直角に交わるラインをここに引くんですよ。でここに引くときに、ここの股の、ここに引いちゃうとちょっと都合が悪いんです。後で言いますけど。だから、股よりちょっと上のところね、1センチぐらい上のところで、この垂線を引く。枝の流れに対して直角の線を引く。それで、その次、このね、バークリッジっていうライン。バークリッジって大事なんですけど、ここね、ここのところに山脈みたいにギジギジギジってなってるんですよ。どんな木も大体。そこのラインをなぞると、こういうふうに、このピンクのラインになるんです。で、このラインと、こっちの垂線のラインの2分の1の角度。ここ。難しいですか？この2本の真ん中の角度に、ノコギリ入れるんです。ここに。でここにも書いてありますけど、この時バークリッジを痛めない。でここのとこちょっと盛り上がってるのね、ちょっと盛り上がってて、まあこれ自体もちょっと山脈みたいに盛り上がってる。でこれをノコギリでここ切っちゃうと、ここのバークリッジを損傷しちゃうと、この切り口がね、今度こっちから見るよ。こっちから見て、こういうふうに切り口になりますよね。ここがカルスで できなくなっちゃう。カルスってこういうふうにね、巻いて、皮が巻いてきますよね。切断すると。そのカルスが巻けなくなっちゃうんですよ。このバークリッジを切っちゃうと。だからここ非常に大事なので、ちょっと逃がす。だからさっき最初に1センチ逃がしたでしょ、この垂線。1センチ残してバークリッジとの間だから、まあ多分だから残るの5ミリぐらい、5ミリぐらい逃がせば、まあ
バグリッジを損傷しないで切れると思います。だその角度とバグリッジを傷めないことがすごく大事なんですね。というふうに切ってください。あとで実践しましょう。とにかく切るしかない。それでね、次はね、やっちゃいけない、やってはいけない切り方、ちょっとね、これ見てください。剪定技術のお話をする前に重要で基本的なお話をします。それはやってはいけない切り方です。最もいけない切り方は枝も葉っぱもないところでブツッと切る、いわゆる寸胴切りです。こういう切り方は街でもよく見ますが、プロがやってるからといって真似をしてはいけません。あ、こんななっちゃいますよね。今のとりあえず半年ですよ。半年もかかんなかった、4ヶ月ぐらいだったかな。当然こっち茂っちゃいますよね。でこの並びにすだじがあったんですけど、すだじもこんな切られ方しててひどいなと思ってね、ロイヤルに行く時にこう見てるんですけど、もう枯れちゃう枝があったり、もう土地をする枝があったり、これはお客さんがね、お客さんが自分で勝手に切っちゃったのに、ゆずね、1年経ってこんなになりましたけど、これ直してくれって言うから嫌だって言ったんですよ。自分でやってないって変な切り方はダメよってことで、こういうふう切りやすいところで切るとこういうふうになっちゃうんですよ。中途に切っちゃう、ね、で中途に切るとなんでダメかって言うと、こういうふうにね、腐朽菌が入っちゃうんですよ。切り口からちゃんと切らないと、こう切り残しするとね、でこう切り口からね、これ桃の木ですけど、キノコよく見ますよね。こういうキノコもあるし、本当のキノコらしいキノコも生えますよね。で枯れちゃうか、もうこうぶつ切りしたとこからさっきのトネズみたいにビャーッと吹くか、どっちかですよ。切り残しちゃいけないっていうのに、こう高枝切り持ち出すおじさんがいっぱいいるんだよね。高枝切りで切ると、さっき切り残ししないでって言った風に切れないでしょ。そこまで行って剪定バサミでこう切らないと、この切り方はさ、高枝切りじゃ絶対できないですよね。だから高枝切りを使っちゃダメって言うんです。あれ、こっちを半端に切っちゃダメってね。でまあね、こんぐらいならいいかなってこうやって切る人これもダメ、切り残しこれダメです。こんぐらいいいかっていうのはダメです。ちゃんと切らなきゃダメです。コジットのさっきのね、さっきのように線を引っ張るの大変だけど、ああやって切んなきゃダメです。それで、まあ、こうぶつ切りダメなんだけど、じゃあぶつ切りじゃなくてね、葉っぱがちょっと残ってりゃいいのかなって思うかもしれないんですけど、こういうふうにちょっと葉っぱの残したからずんど切りじゃないよって。でもね、そういうことじゃないんだよね。この切るところと残す枝の太さの差が大事なんですよ。これ比べてみるとね、これだいたい5分の1ぐらいの太さですよね。これ5分の1ぐらいの太さ、これではねちょっと足りないの、残す枝の太さ。3分の1から2分の1が理想なんですよ。このぐらい残す枝の太さがこのぐらいないとダメなんですよ。なんでかっていうとね、これさっき言ったカルスが巻くとか言ったでしょ。それをカルスを巻くための栄養っていうのは残した枝から来るの。だから残した枝に力がないとカルス巻けないんですよ。だから細い枝とかちっちゃい面残しても、その穴を塞ぐだけの栄養が作れないでしょ。こんなちょっぽりの葉っぱではこれだけの傷口を塞げないんですよ。だから残す枝もちゃんとある程度の太さに育ったものを選んで残すってことが大事なんですね。で切り戻しっていうのはこういう脇の枝を残して切ることを切り戻しって言いますね。切り詰めと切り戻し、この言葉は覚えてください。本によってね、いろんな言い方をするんでね、切り返しとか言ったりする人もいるんですけど、私は切り戻しと言います。これはただの枝抜きね、切り戻しでも何でもないんですけど、切り詰めですね。で切り詰めを連続してバリバリバリってやるのを刈り込みって言いますよね。刈り込みバサミで
あれはだから要するに切り詰めを適当にこうね、これ桜の木刈り込む人はいないと思うんですけど、まあ刈り込んだとしてね、こういうことですよね。葉っぱもちょん切れて、枝先も適当なところでちょん切れててっていうのが、これが刈り込みの仕上がりですよね。で、切り戻しっていうのをやるときにね、こう残す枝をね、意識するといいんですよ。こういうふうにこうマーキングしといて、これとこれを残るように切ろうと。ね。このマーキングした枝を残すように切る。これ切り戻し。切り戻して、残った枝の先を詰めない。基本的には詰めない。基本的っていうか絶対かな。落葉樹は絶対切り詰めしないですね。この残今、あの洗濯バサミついてるところの、枝の先は輪郭が出てるからとか言って、それをちょんって切り詰めしちゃったら何の意味もないね。切り詰めね、切り詰めと切り戻し、それの違いは今見ていただいたんですけど、でどっちの剪定の方がいいかっていう話になっていくんですよ。まあ、だからここの、この公園の中で剪定をしていくときにどっちを推奨するかっていうと、もう言うまでもなくこの切り戻し剪定を私は進めたいのね。刈り込みってね、あの 誰でもとってもやりやすいですよね。刈り込みバサミでもう枝先ちょちょちょって揃えるだけですから、まあ、簡単でその時はいいんですけどね。でも1年経ったらもうこんなバサバサになっちゃう。なんでバサバサになるかっていうと、切り口がいっぱい増えちゃうからね。 この写真はその刈り込んだ後の翌年の3月ですよ、切られた 目の先全部吹くじゃないですか。すともうわーっと吹きますよね。すぐ形なんて崩れちゃうの。でこんなになったから、もうこれやってるともうこれアパートなんだけど、洗濯も干したりするにも大変あの迷惑だっていうんで、今度これ切り戻し剪定をしたんですよ。切り戻し剪定をするとこの上の図にあるように、あ、求める輪郭の中で切れるので、そこから芽が吹いたとしてもね、収まってるんですよね。だからそんなに暴れないんですよ。これ下の写真が切り戻した直後で、半年後これですよ。まあ、ちょっとあんまり色が違うからね、違いが分かんないかもしれないけど、まあ刈り込んだ時のようにもう全く元に戻っちゃうってことはない。こっちの方が見やすいかなと思ってこの写真を用意した。これはあのテキストにはないんですけど、金目持ちです。金目持ち真ん中をある時は刈り込んだ、左のようになりますよね。で綺麗ですよね、刈った時はね。もちろんでも刈ったもうそのすぐ後はもうこの綺麗な輪郭から飛び出ていくしかないじゃないですか。切り口がここにあるんだから。である時はこう切り戻ししたんですね。まあこれはうちの従業員にやらせてた時は刈り込みでいいよってやらせてたんですけど、まあ自分がやる時は、切り戻し剪定をしましたけども、こういうふうにしとくと、もともとがそんなにほらびっちりしてないから、どっかで芽が出てきてちょっと輪郭崩れてきてもそんなに気にならない。で、ある長い期間ほっとけんですよね、ある意味ね。刈り込みっていうのはその時がベストだから、ちょっと出たら気になる、またそれを切る、もう手間かかってしょうがない。刈り込みは作業的には楽だけど、長い目で見るともう手がかかってしょうがない。一回時間かけてちゃんとやればそんなに切るとこないんですよ、切り戻し剪定すればね。だからこっちでやっていきましょうということを提案したい、ね、これは刈り込みで、刈り込みの悪いところはさっき言ったこうね、意味枝あるじゃないですか。これなんか胴吹き枝があったり、ここに一番左のね、これ越境枝ですよね。こっちの枝からこっち入ってきてる、こういう枝が中にたくさんあるのに、刈り込む時ってもう表面しか見ないから木の中見ないでしょ。で表面さえ整えばいいと思って切るから、意味枝の先だろうが何だろうが切ってるんですよ。無駄じゃないですか、そんな作業。先に取っちゃえば切らなくて済む枝の先をわざわざ切ってる、見落としちゃうんですよね結局。だから中を先に見なきゃダメですよ。こんな意味枝残ったままでいくら きれいに整えたって意味がない。でこっちの場合だと気づきますよ絶対。ああ、液枝あった、胴吹き枝あったって言ったらこう切るじゃないですか、この場でもう。それを切っただけでさっぱりするわけですよ。で残った必要な枝から必要な葉っぱが出てくるんだから、もうこれがベストじゃないですか。こういう切り戻し剪定を今日はねやりたいと思います。
でこれ落葉樹のね、アメリカ花水木です。でこう枝を、まあ、横から見た時にね、 ここまである、大きくなったものを小さくしたいっていう時にもう2つ枝切るだけです。切り戻しです。こっちの小さい枝を残して、こっちのでっかいここまで来てる輪郭をここまで持ってくるのに、これを切ってこの立ち枝を切っただけでこうなるわけですね。これでいいじゃないですか。もう枝先も何も何もしない、2個切れば終わり、これでいいんです。で上から見た時ね、さっきあの広角な枝 ダメよって言ったんですけど、こう本によってはね、こう三つ股になったら真ん中の強い枝を切りましょうっていうのよくあるんですよ。なんでそういうのかなと僕は本当不思議。何の木でもね、真ん中抜いたらだってこんなですよ。こんな90度以上あるような枝になっちゃいますよね。だから3つ分かれてたらどっちかを切ればいいんですよ。簡単なことですよね。鋭角の枝を作った方が自然に見えるじゃないですか、大体からして。上より下の自然でしょ、角度がね。でこれお客さんのところでやっぱりバーッとつけましたけども、こういうね、だから本当切りやすいところで切るのやめましょう。切りやすいところで切るのは誰でも切れるんですよね。こういう切り方はやめましょう。もう汚いだけで、もうこの先だってこっからまた芽吹くんですよ、ぐちゃって。もうごっちゃごちゃになるじゃないですか。これはね、常緑山防止ですけど、もうこういうの直してくれって言われる大っ嫌い、ね。こういうまあね、あの落葉樹これ山干しですけどね、時期になるとこう茂りますよね、どうしたって。でもそれちょんちょんってこう抜いてやれば こんだけ自然でほらいいじゃないですか、涼しげでね。このぐらいのことで枝先を切らない、これも山干しですね。だいたいこう5個ぐらいに分かってますよね、枝先が。それを2個に選択していくんですけど、まあ、あのさっき言ったなるべく鋭角な角度にするようになんだけど、さっき言った、まあ、大きく、まあ、5個あるけど大きく言えば3つに分かれてるわけだから、右の2本を使うか左の2本を使うか考えるわけですよ。でこの場合は右の2本を使ってるんですよね。これが真ん中でこれね、でこっちが右側ですよね。この時点で3本ありますけど、この3本残したけど、この一番長いのがやっぱり輪郭で出てるなと思えば、この短いちっちゃい枝残してこれとこれにすると、これ一番右の最後のこの写真になるでしょ。で角度も鋭角で距離も縮まったと。でこれでいいんです、これで終わり。でよくね、こう二枝二枝にしなさいっていうあの教えがあったりですね、木を剪定するときは二枝になって二枝になって二枝になってって、こういうふうに切りなさいって教える人いるんですよね。こんなの自然界でありえないですね。こんなシンメトリーな必要ないじゃないですか。こんなことこだわんなくていいんですよ。これ二枝にして長さ揃えてなんてやるから不自然になっていくんです。こういう枝分かれたときに一本長くて一本短くたっていいじゃないですか。でこう二枝じゃなくてね、こっちが1でこっち2でいいんですよ。これが自然っていうもんですよ。 こんな二股のシンメトリーなんか必要ないですね。でこれも理屈があるんですよ本当はね。どうしようかなと思ったけど、もう時間ないから今日は言いませんけど、これコーヒーボーカフィボナッチ数列っていうんです。フィボナッチ数列、貝殻のこうぐるぐる回っていくのとかそういうのも全部共通するんですけど、簡単に言うと 1が2になって、でその次は3になって、要するにねこれを足すんですよ。1と2足すと3になるでしょ。で2と3足すと5になるんですよ。でこの先の枝分かれをここを足すと5になって、次が8になって、次が13になって21になる。そういうふうに枝分かれしていくっていうのがフィボナッチ数列なんですけど、まあいいです。まあそういうことなので、自然というのはそういうもんだと、アンバランスでできてるんですね。
偶数で割っていけるもんじゃないということです。こういう伸び方をしていくのだから揃ってなくて OK。 これは参考のためにつけましたけど、先ほどのコジット論ね、どういうふうに切ったらどういうふうに腐るっていう理論、これはコジットの本の中にある図です。ということで、一応これで、座学の方は終わりにしたいんですけど。